面ライダーアギト津上翔一が立ち上がる。一方、人類を守るために作られた2つのシステムの装着員、生きることを素晴らしいと思いたい G3X 氷川誠と、死を背負うことを素晴らしいと信じる G4 水木史郎。彼らは信念の違いから平行線の主張を続け、和解をする間もなくこの事件に出動することになる。変身俺に任せてください。僕が相手だ。急いでね。お待たせしました。一瞬の戦いでしょう。手し人間として津上さん、強くてたくましい人、これも氷川さんのおかげですよ。もう少しだよ。俺も結構やるもんでしょ。ここはもう大丈夫そうなので、縦に分かれてアンノーンを倒しましょう。
俺は死を背負い、お前は生を背負っている。どちらが正しいか、今この場で答えを出すか。水木さん、あなたは死に近づきすぎている。生きることの意味を思い出してください。G4 システム、活動停止しました。